私は思うわけです。このまま削らなければいいのにって。そうすれば不確定のままというか共存しているんじゃないかなって。私だってどうせ見えるんだったらね、この中が見れたらいいなって思います。けどできないことはできないし、最初から決まってるんだと思う。この名前で生まれた時点で決まってたみたいな。何が言いたいわけ？この世界は知識があっても大して変わらないってこと。何こう難しいこと言ってんの？ねえ、私にも言って。え？言いなさいよ。こっちは光ってたんだもん。私は光ってないって。うん、お告げ。お告げ、うん、まあお告げってことにしてこ。なんかこの後こうなるよって。お前そんな警察好きだった？はい。すいません、あの、まあ、お時間頂戴して申し訳ないです。はい、あの、どうぞ。番号だけでも080-4848。新宿君も似合わない。そうだよね。今日の服で遊ばないね。遊んでない。もうお姉ちゃん持って遊んだ方がいいよ。そもそも帰りの心配するよ。うん、ママが心配したことあった？そんなこと言わない。でも事実。やだやだ。毎日同じ生活の繰り返しだ。まあ、人間生きてることに深い意味を見出すことの方が少ないかもな。そうなんですか。うん。危ないよ。は？怪我するよ。てってどうした？何？邪魔しないで。本当にこの後ご計画引かれちゃう。本当に行くよ。私未来が見えるの。何それ、キモ。早く止めないと。うるさい。頭おかしいよ。なんでそんな耐えられなくなって気持ち悪い。飛び出してみたんです。大丈夫？あ、救急車を呼ぶ。大学の道で知り合った私たちと私の妹、居心地が良すぎた。だけど何か私の中で大切なものがぽっかりと抜けているような気がして。まあ、何回募金したの？募金。えぇ、ー、この大都会が全部光ったんだよ。光った。この1万円で未来が変わったんだよ。あ、そうか、言っちゃね。みんな怖いのかもしれない。立派なことができるのか、社会に貢献できるのか。でも僕にはみんながみんな恐れ知らずに見える時がある。明日どうなるかなんて誰にもわからない。明日が見えなくてやめました。ダサいわね。ピチだね。ピチピチですね。彼氏とかいる？いや、いないです。好きな食べ物は？好きな食べ物ですか？それ気になる。気になるでしょ。18歳の好きな食べ物気になるよ。そうかな。何好き？キュウリです。セリア見てたらもっと怖くなる。え？親はいつも痛くてもが心配なんだけど。なんかないですか？笑顔がどういう。なんか危ない感じじゃないから安心してくれる。あの人お酒物なんです。もっと安全だ。誰ですか？居酒屋やってます。一杯どうですか？便利です、すごく。まあ、僕田舎出身だからマジで何でもあるなと思って。ほら、僕だってそこら辺であるじゃないですか。まあ、まだ若いんだ。その街を楽しみな。あの日の僕が思った正義は何なんだ。あ、はい。あの、1万円って多くないですか？